昨日までの大雨は県内各地に影響を及ぼしています。7月の大雨で大きな被害を受けた酒田市北青沢地区では住民が不安な生活を余儀なくされています。酒田市北青沢地区です。昨日までの大雨で地区を流れる荒瀬川が増水し、茶色く濁った水が勢いよく流れています。地区では今朝から7月の大雨でまだ片付いていない泥のかき出し作業が行われていました。まあ、単純に言えば怖かったですね、また同じことが起きるのかなっていうふうにして不安はありました。酒田市ボランティアセンターによりますと、大雨の影響でおとといと昨日は活動を中止していましたが、今朝は95人のボランティアが八幡地区を中心に泥出しや家財道具の運搬などを行っているということです。そんな意味でいろんな方々から応援してもらって、ありがたいばっかりです。災害としては大きい災害だったんで、まだ復興途中ですけども、地に足をつけながら頑張っていきたいと思っています。はい。復旧の最中で発生した再びの大雨、今回は大きな被害こそありませんでしたが、住民の不安な日々が続きます。